メリオダス奪還に向け指導したゼルドリス、そしてその前に現れた新たな魔人族チャンドラーとキューザック、二人はそれぞれメリオダスとゼルドリスの師であった。七つの大罪に襲いかかるチャンドラー、その圧倒的な力を見せつける。メリオダスを守るため共に戦うキングとゴーセル、二人の合議セレスティアル・アローが今放たれようとしていた。合議セレスティアル・アロー。ほほー、まともに食らったらヤバそうな技じゃの。だがわしには効かん。ゴーセルよ、お主ならこの意味はよくわかっとるはずじゃ。キング、チャンドラーは団長と同じフルカウンターを使う。え、そんな、まさか。でも、俺の合図で撃てば必ず当たる。信じる。合図なしのフェイント攻撃、ぬるい。フルカウンター。ん、幻覚。今だ。フルカウンターを空中で行えば必ず体勢を崩す。魔術師のあなたが次のフルカウンターに移るまでの時間は1秒ジャスト。十分すぎる隙だよ。これは未だ人と人ならざる者の世界が分かたれてはいなかった古の物語。3000年の封印より目覚めし魔人族の精鋭10回、その支配はブリタニア全土に及び暗黒の時代が訪れた。ヨネス王国は死闘の末10回を撃退。ブリタニア解放への反撃が始まろうとしていた。その先陣に立つのは王国が誇る伝説の騎士だ。その名も七つの大罪。信じられない今も消してしまいたい過去もどんな未来も受け止めてあげよう。キラキラ記憶が舞う。忘れてしまえたらを少しは楽になるのかな。終わりのない迷路みたいに続くリンネ。眠れない夜にはいくつもの夢を見て夜は離れギリギリで生きて辿り着いた答え二人で握りしめた。どんな未来もあんこで決めた。毒を見つめる君の目は確かに罪を描き頬Bye.
た野郎ども、あれを見ろよ。今のでザコどもがわんさか集まってきやがったぜ。どうする。ブタ君慌てすぎ。霊装シャスティファル第5形態インクリース。おかしい、集団の中に生体反応は一つだけ。ダメだキング。え、フルカウンター。やめ、キング様。何がどうしてどうなった。いかんのう、警戒も策もない安易な一撃は。じゃが安易な一撃でも数倍の威力で返されれば貧弱な妖精はひとたまりもあるまいで。セレスティアルアローは確実に直撃した。それだけのダメージで済むはずがない。大した威力じゃったよ。貼っとった魔法防御壁が一発で消し飛んだ。挙句に全て防ぎきれず多少食らったわい。ゴーセル、お主にも少々仕置きが必要のようじゃな。アブソリュートオーダー。闇の契約により最上位魔人たるわしの命令に今後一切逆らうことを禁ずる。わしの邪魔をするな。おい、どうしたゴーセル。エリザベス、ようやくお主を殺し坊ちゃんを返してもらう時が来たの。焼くか、煮るか、裂くか、貫くか、えぐるか、潰すか。よし、決めた。ドラゴンクロウ。ディアンヌ。エリザベスと団長は必ず守ってみせる。無茶よ、その体で。体を鉱物に変化させる巨人の技か。懐かしいの。わしはいつもこれで始末しておったっけ。クリムゾンレクイエム、ドロドロに溶けてしまえ。こいつも邪魔ばかり。巨人と妖精の次は一体何じゃ。人間だ、悪いか。人間に、巨人に、妖精に、女神、四種族と魔人族は3000年前より争う武具大天の恩敵同士。メリオダス坊ちゃんとお主らは交わってはならん者たち。わしとしたことがすっかり封印で体がなまったか。いや違う、さっきの妖精とゴーセルの合議か。あの光の矢、肉体のみならず精神にもダメージを。おのれお前がどう思うと、オイラたちと団長は交わるべくして交わった運命の仲間だ。メリオダス坊ちゃんがお主らの運命の仲間。少子、
無常の女神エリザベスと共に消え去るがよいわ、怨恨人。へっ、打ち合いには自信があってね。二人はオイラたちが必ず守ってみせる。大した自信じゃな。わしも血湧き肉躍るような打ち合いは大の好物でのわしの魔力はゴーセルのおかげで半分以下に減っておる。ハンデとしては十分じゃろう。ラッパども、覚悟はいいな。ああ、とっとと終わらせよう。オイラたちには時間がないんだ。坊ちゃんの幸せにお主らは不必要なんじゃ。僕たちだって団長には幸せでいてほしいよ。でもそれにはエリザベスが必要なんだ。ティアンヌ、僕にはキングが必要なように、マンにはエレインが必要なように、ゴーセルにはナーシャが必要だったように。くだらん、やれ。貴様、何を。なあ親友、お前の苦しみに何一つ気づかず、ひでえこと言っちまったな。わかんのかよ、好きな女を二度も死なせる気持ちが。まるでてめえがこの世で一番不幸みてえな顔してよ。もう一度俺に謝るチャンスをくれ。だから早く戻ってこい。おお、お主不死者か。それがどうした。うん、もっともじゃ。それがどうした。よし、まちまちを襲った犯人の妖精を捕らえた。このまま王都に連行しろ。なんで真実を言わねえんだ。やったのは死んでいた妖精だろ。このままじゃお前が犯人にされちまうぜ。君に何がわかる。500年苦しみ続けた親友に気づかず、森で帰りを待つ妹を忘れ去り、大切な人との約束さえ破ってしまった。オイラは最低な王様さ。お前まさか妖精王だな。王なんててめえのやりたいことをして気に入らねえやつは殺すだけのクズとばかり思ってた。お前みてえな王もいるんだな。誰かを思って泣ける王が。お前は立
派な王様だよ。忘れてないよ団長。初めて会った時のあの一言にオイラは救われたし、君のことが好きになった。しまった！エリザベス団長！団長を本気で大切に思っているならなぜこんなことをするの。エリザベスだけじゃない、団長も死んじゃう。わしの坊ちゃんはこれ式で死なん。これ式で死ぬようならわしの坊ちゃんではない。ふざけん、雑魚は死んでおけ。ゴーゼル、お前の技でじいさんを止めてくれ。分かってる、でも俺は最上位魔人にかけられたアブソリュートオーダーは強力だ。奴の右手に呪印がある限り逆らえば間違いなく壊れる。俺はもっとみんなと七つの大罪と一緒にいたい。でもゾン番長、私の愛が勝ったようじゃな。なあ、な何をする。超非王子オールクリーン。やめんか。浮かばない。バッチー残飯長。さあとどめじゃ、七つの大罪。もはやお主らに立つ力は。メリオダスを渡さない。誰も殺させない。団長、オイラ少しは立派な王様になれたかい。うっと、団長も俺たちもみんな助けられたぜキング。てめえのおかげでな。超必殺アドリック。チャンドラーは倒したんだし、ディアンヌも元に戻ってもいい頃じゃ。この夜だって消えておかしくないんだけど。ゴーゼル様。みんなごめん、俺はここまで見たい。ゴーゼル、ゴーゼル、体中がツタツタだ。どうなってやがる。ダメ、私の魔力ではゴーゼル様の傷は癒せない。ん？嘘だろ、順位は消えちゃいなかったのか。
魔術師チャンドラー破れたりか。七つの大罪。なるほど、なかなかの強者ぞろいらしい。だがその半端な強さが奴らの命取りになる。さっさとメリオダスを手放すなり、殺されればよかったものを。どうぞ、キューザックブレンドです。まずいな。おや、ゼルドリス様、それは私の入れたお茶へのそれともこの状況に対しての苦言でしょうか。両方だ。ガン。メリオダスをおもんぱかるばかりに高校野を演じ生きているような男だぞ。弟子を取り戻せないと分かれば、奴は本性をあらわにするだろう。もはや誰の手にも負えん。違う。喜べ、お主らは今確実な死を手に入れた。昨日よりも昨日よりもあと少し強くなって、振り返らずに走り出すよ。だからそばにいて。いつでも前を向いて、揺るがない心で、傷ついても進む君の強さに何度も励まされ、その度になぜか泣きたくなるんだ。グッバイ涙を拭いて、グッデイ僕を信じて、ウェイクアップ景色が変わる。ほら飛んで行けるよ。昨日生き物を食うと、そいつの能力や特性が身につくんだぜ。マーリンが作ったこのモンスターブロック、これさえあればいつでも変身可能。まさに豚に金棒だぜ。トランスポーク。変身したら味も変わんのか、試してみようぜ。次回、七つの大罪神々の逆鱗、七つの大罪終結。